一番しんどかったのがやっぱ車椅子で外に出た時に周りの人から見られる奇妙な目、なんかもう一度大学に通いたいな、もう一度みんなと大学に行きたいなっていうような気持ちがすごく芽生えてるんですね。ああ研究か、確かにそれならこの体でもできるかもな、そんな場所にあるのでとてもじゃないけど、奈良からは通うことは難しいわけですよ。でそんなこともあって、家族と相談した結果引っ越しをしようっていうふうになるわけですね。スイスイプロジェクトで大学院の近くに家を探すわけなんですが、この時もねありがたいことに、その地元の不動産屋さんがすごくよくしてくれて、で、全然家は見つからなかったんですけども、たまたま大学の近くに分譲のマンションがあって、そこの一室を賃貸で貸してくれる人がいるっていう風な情報が見つかったんですね。で、その賃貸のところに前に住んでた方っていうのが女子大生2人が、シェアハウスとして住んでたんですね。でその2人がいろいろな理由があって出ていくことになったから、ここに住みませんかっていうのを突然電話でお話をいただいたんですよ。で母親に見学に行ってもらって、もう即決で決めました。しかもすごいいい条件だったんですよ。マンションの5階で 3LDK かな、 3LDK で6万円、相場だと周りの家を見ても8万円ぐらいはするんですけど、それぐらい安い価格でね、しかも車椅子で割と過ごしやすいような、そんな環境だったので、すごいやっぱりここでも人に恵まれたなというような実感はありましたね。はい。でここから約4年間ね大学院に通うっていうような生活が始まります。で大学院に進学してから僕の中で大きく印象に残ってるエピソードというのが3つあって、1つ目が指導教員の方との関係ですね。で2つ目が母親が1回倒れたっていうことですね。で3つ目が、研究員として就職することができた、この3つですかね。1つずつ少し喋っていきたいと思うんですけども、まず1つ目ですね、修士課程の時の指導教員の方がある意味今の僕を育ててくれました。どういうことかっていうと、障害を持ってる僕っていうわけではなくて、一研究者として僕自身のことをしっかり指導してくれたんですね。なのでこの時に思ったのが、例えば障害があるから期日が守れないとか、障害があるから時間がないとか、そういった言い訳は一切通用しないよっていうことだったんですね。それまでの僕っていうのは、自分でそこまで意識はしてなかったんですけども、正直ね何かうまくいかなかった時に自分の障害とか車椅子だからっていうことをね言い訳にしてたなーっていう部分はやっぱりありましたね。自分のすごく甘いところですね。でもその時の指導教員の先生っていうのは僕のねきちんと研究っていう部分に向き合ってくれて、一人のね人間として指導してくれました。でそこでねやっぱりしんどいこともあったんですが、じゃあこの時間のない中でどうやったら研究ができるんだろうっていう工夫もするようになったし、他には車椅子に座っててね目線が広いんで、例えば人前に出てみんなに何かを伝えようとする時にどうやったら伝わりやすいかとか、そういったこともいろいろ工夫して考えるようになったので、この大学院での生活っていうのがある意味僕自身をすごく成長させてくれた、そんな時間でもあります。今でもねその先生とは学会などでねお会いするんですけども、今の自分の成長した姿っていうのをね見てもらうのが僕自身はすごい嬉しいですね。はい、すごいいい指導をしていただきました。で2つ目のエピソードは、大学院の3年目ですね。なので博士課程の1年生の時に、一度母親がね体調を崩して入院することになったんですよ。でこの時どんな生活を送ってたかっていうと、奈良にいた時はね兄と3人で生活をしてたんですが、兄自身が結婚して家を出て行ったので、大学院の時はその大阪のマンションで僕と母親の2人で生活をしてたんですね。で在宅ヘルパーの方にも入ってもらって、例えば入浴の介助とかはしてもらってはいたんですが、やっぱり生活の中で母親の介護に頼ってる部分っていうのもすごく多かったんですよね。でそんな中で母親がどんぐらいかな、約1ヶ月ぐらい入院するわけですよ。でその間自宅で一人で生活をするんですけども、今までねほとんどのことを母親にやってもらってたんだなっていうのをこの時すごく実感したんですね。考えてみれば当たり前なんですけども、いつまでもその両親と生活を続けられるっていうのは、可能性としては低いですよね。順調にそれぞれ寿命を終えるのであれば、当然両親の方が先に行ってしまうわけです。じゃあそこから自分がどうやって生活をしていけばいいのかっていうのは、やっぱりそうなってから考えても遅いと思うんですよね。なのでその時僕は思ったのが、母親がね一緒に住んでくれる間にある程度のことは自分で生活できるようにきちんとしていかないといけないな、そういうふうに思いました。で、話を少し前に戻すと、僕は入院中にその日常生活に関するリハビリっていうのをほとんどしていなかったので、そのできないことっていうのは母親にやってもらってたんですよね。だからこの時僕が思ったのが、こういった立って歩くっていうリハビリはこれからも継続しつつ、その上でもう少し自分のこの残された機能を使って日常生活でできることを増やしていこうって、なんなら一人で生活できるぐらいの力をつけていこうって思ったんですね。なのでこの時大学院に通いながら、割とリハビリをしっかり時間を作ってするようにしました。例えば道委託はそうですけども、例えば移動手段として自分で車を運転して移動できるようになった方がやっぱいいなと思ったので、この時からね自分で車を運転するっていうリハビリを、PT の方に来てもらったりだとか、あとはお世話になってるリハビリセンターのところに通って、ノウハウをもらうとか、そんな形で練習をしていきました。車に関してはトータルでどんぐらいかな、多分丸々3年ぐらいかかって、自分で車の異常と積み込みで運転ができるようになるまで、なんとか習得することができましたね。で、母親が入院してもう一つ思ったのが、やっぱり将来の生活をどうしていくかっていうのを考えないといけないな。単純に言うと、結婚というものをどうしていこうっていうふうなこともこの時から考えるようになりましたね。で、その時僕お付き合いしてる方っていうのはずっといなかったので、ずっと待ってても多分彼女はできないだろうし、やっぱり自分から動いていかないといけないなっていうこともあって、結構ここからね外に出る機会も増えてきましたね。大阪市内でなんかイベントに参加するとか。で、その中で、当時僕の家に通ってくれてたヘルパーさんが紹介してくれたのが、スキューバダイビングだったんですよ。チン君一緒に海に潜らないっていう風に誘ってくれて、これは楽しそうだなと思って、で、周りの方もサポートしてくれるって言ってくれてるし、これならちょっと挑戦してみようと思って、ここから僕ダイビングを始めるんですね。で、その後何回か海に潜って、その他にもね、そのお世話になってたダイビングショップが主催するイベントにも顔を出すようになりました。そんな中である日ね、そのダイビングショップが主催してくれる、お客様の交流会と称した花見があったんですよ。お花見ね。で、それに参加した時に、実は今結婚している妻と出会ったんですね。はい。そういった出会いもあって、そこから付き合うようになって、で、結婚まで行くわけなんですね。で、この時思ったのが、やっぱり待ってても自分の環境とか状況っていうのは変わらないんだなって、やっぱり自分が何かを始めてみて、行動してみて、で、自分の足を動かしてみて、で、そこで初めて自分の見えてくる景色っていうのが変わってくるのかなというふうに、今ではそういうふうに思っています。あの日ね、僕がダイビングをしなくて、で、ダイビングをしててもその花見に参加していなかったら、おそらく妻とは出会っていなかったので、そう考えてみると、やっぱり行動することってすごく大事だなというふうに、今でも思っていますね。はい。母親がね倒れるっていう機会を通じて、将来のことをすごく考えるようになった。それも大学院の時の一つのターニングポイントですね。で、3つ目ですね、最後、研究者として働くようになれたっていうことですね。実は日本には日本学術振興会特別研究員っていう制度があって、これどういう制度かというと、大学院で研究をしながら国から給料をもらえるって、そんな制度なんですね。で、僕自身は、大学院に入ってから3年目、要は博士課程の1年目の時に、この学士の特別研究員に選ばれたんですね。で、選ばれると具体的にいくらもらえるかっていうと、月に20万円の給料、正確には奨励金なんですけど、と年間で90万円の研究費がもらえるんですね。当時の僕にとってね、月20万もあれば十分生活できるわけですよ。で、そんな中でこの制度に通った時に僕が思ったのが、研究っていうものを通じて働いていけば車椅子の自分でも生活送れるかもなって思ったんですよ。研究っていうのは、分野にもよりますが、僕のやってるような調査研究だと、例えば毎日出勤しないといけないっていうようなくくりはないんですね。例えば研究活動っていうのは自宅でもできますし、でたまに大学院に行ってディスカッションをする、そんな生活であればこの車椅子の体であってもそこまで負担はかからないんですよね。なんかそれを実感した時に、あ、車椅子の自分でも働くことって可能かもなって、遅いんですけどもこの時初めて実感をしました。でまあそんなこんなで研究生活を送ってる中で一昨年ですね、博士課程の2年目の時に実は今の勤めてる大学の教員募集のお話をいただいたんですね。で先に言っておくと、実はこの募集っていうのが障害者雇用枠の募集だったんですよ。要は障害を持ってる教員を募集していますっていうような、応募だったので、まあ、ぶっちゃけて言うと心理学に精通していて障害を持ってる人って、まあ、日本で探してみるとそこまで多くはないと思うので、ありがたいことに競合相手は少なかったですね。まあそんなこんなでね、ありがたいことに、この大学の、募集に通過することになって、まあ、教員として採用されることになりました。で、まあ、大学に採用されて、まあ、それなりの生活も送ることができるようになったので、じゃあもうこれは一つのタイミングかなと思って、妻にこの時プロポーズをして結婚をお願いしました。で、まあ、ありがたいことにね、OK をいただいたので、まあ、これをきっかけにね、結婚することになります。はい。で、僕が勤めてる大学っていうのが神戸にあるので、当然大阪から通うことは無理なんですね。なので、ここで、3度目の引っ越しが始まります。なので、僕振り返ってみると、一つの土地に4年以上生活してないんですよね。5年目を迎える時に必ず引っ越しをしてるんですよ。もしかしたら今勤めてる大学も5年目ぐらいになったら引っ越ししてるかもしれないですね。で、引っ越しもね、3回目ぐらいになってくると、まあ大変は大変なんですけど、まあそこまでなんだろう、負担ではなかったですね。まあなんとかなるやろみたいな感じで、思ってたら、まあなんとかなりましたね。はい。で、今のこの家に引っ越し来ました。まあそんなこんなでね、去年かな、2018年度からきちんと一人の社会人としてようやく働くようになりました。で現在に至る、まあ、そんな感じですね。で、今日すごく長々とお話をしたんですけども、まあ、自分自身もねもう一回振り返ってみると、あの時は必要なかったかなっていうことが意外と今になって生きてるっていうのがたくさんありますね。例えばアメフトのコーチをした時に、まあ、どうやったら相手に伝わるだろうかとか、どういう準備をしたらいいんだろうかとか、そういった思考プロセスなんかは今働いてる中でもすごく生きてますし、大学院に入ってね、母親が倒れて、まあ、自分の生活を何とかしていかないといけないなと思ってリハビリに取り組んだ結果が、まあ、今の生活の幅にも広がっています。でもっともっと遡っていくと、入院中に右近先生のことを知って、まあ、病院のリハビリを一回蹴って、でその立って歩くっていうリハビリをしていることが今の体の状態にもつながっているので、まあ、自分で決断した一つ一つのことが今の生活にまあ直結してるんだなっていうのは、すごく思いますね。怪我をした直後の僕っていうのは当然今の生活をねイメージすることなんてできなかったですね。でも目の前のことを一つ一つ取り組んだ結果、まあ、ありがたいことに今こうやって妻と結婚をして、かつ仕事をしながら働く生活を送ることができています。まあ、今回はねこんな形で、僕の経歴をね少しご紹介させていただいたので、まあ、皆さんのね何か一つの参考にもなればいいかな、そういうふうに思っております。まあ、この辺りをもう少し聞きたいみたいなものがあれば、まあ、遠慮なくねコメント欄に書いていただけたら、できるだけ拾って後日回答していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ちんでした。バイバイ。